はい、どうも大佐秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代70年代80年代90年代の音楽やアーティストを中心に、僕が誰からも頼まれてないのに勝手に解説するといったチャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方見ていただければ幸いです。ということで今回もやっていこうと思いますけども、もうね12月に差し掛かろうとしているこの時期にね、もう今年も1年終わりだなと思いますけどもね、本当に早いなと思いますけどもね。はい、ということで今回もねやっていこうと思いますけども、今回も、引き続き浜田省吾さんの歴代のアルバムを語ろうということで、浜田省吾の歴代アルバム C やっていこうと思います。第5弾でございます。ようやく第5弾まで、来ましたけどもね、今年中に終わるかなという感じでございますけどもね、終わらせるように頑張ろうとは思うんですけどもね、こう改めてもう12月ということで、先ほども言いましたけども、まあ本当にこう12月というのはやっぱ早いななんか思うわけですよね。本当にこう皆さんのでもね、今年1年はねまだ終わってないですけど、あと1ヶ月あるんですけどもね、今年1年は本当皆様のこういろいろチャンネル登録してくださった方とかコメント残してくださる方とか、浜田省吾さんのファンもそうですし、まあ本当いろんなアーティストのファンとか音楽好きの方、そういった方々に本当に支えられて、ここまで来たのかなと思います。本当に感謝します。ありがとうございます。本当にね。はい、ということで今回もねついにやっていこうと思います。浜田省吾さんのアルバム C、今回はですね、まあ本当にこれはね超ド級の名盤がやってきます。今まで2つ紹介してたり2つ紹介してたりしてたんですけども、今回は1つに絞ろうと思います。なぜなら2枚組だからということで、皆さんももうねこの80年代のねアルバムもお察しの通りだと思います。もう名曲たちが満載のもう名盤中の名盤、日本の歴史に残る大名盤でございます。行こうと思います。はい、ということで、今回紹介するのは J-BOY でございますけどもね。はい、やってまいりました J-BOY でございます。これはねもう本当にもうド級ですよね。まあこれ語るのおこがましいぐらいでございますけどもね、今回ゆっくり、ねっとりと、地道に語っていこうと思いますけどもね、アルバムの特徴とですね概要、それからですね僕の好きな音楽というものをですね、まあ勝手に申し訳ないんですけど、好きな楽曲というのを何曲かピックアップして紹介しようと思います。で、歌詞の捉え方っていうのもやっぱり人それぞれなんで、まあ僕なりの解釈で歌詞を、考察したという感じでございますので、ぜひそこはご了承いただければなと思います。ということでこの J-BOY でございますけどもね、1986年に出されました浜田省吾さんの2枚組のアルバムになっておりますけどもね、まあこれすごいんですよね。アレンジャーがまたすごいんですよね。トトとかですね、ジャクソン・ブラウンなんかをアレンジ手掛けていた海外のねグレッグ・ラダニーという方がこうミックスとかを担当してたりとかするということで、すごいね方々が関わっているということでございます。ディレクターの須藤明さんとか尾崎豊さんにこのアルバム聴かせたらね、なんかこう俺のことを歌ってるみたいだみたいなね、そんなことを言うぐらいですね、本当いろんな方々に評価されています。これも僕もね本当にこのアルバムにはすごい救われましたし、特にこの J-BOY 表題曲 J-BOY なんかは本当にこう自分がねこう徐々に大人になってくるにつれて、こうねなんか歌詞の意味合いというか、そういったものがちょっとずつ分かってくる、そういった楽曲になっていてですね、なんか僕もこれ生涯ずっとこのアルバムを大切にして聴いていくんだろうなっていう風に思いがありますけどもね。 J-BOY ってそもそも何なのかっていうことなんですけど、一応ジャパニーズボーイの略ということで位置づけてるということで、これ第28回レコード大賞でも優秀アルバム賞ということでこう受賞してたりとかしますけども、本当に売れたアルバムでございます。まあ、本当に大傑作ですよね。なんか僕思うんですけど、このアルバムがね、日本に流れるような日本になってほしいなって思うんですよ。なんかちょっとは豊かになるのかなみたいなね、こう、このアルバムやっぱこうメッセージ性が強いというね楽曲もあるんですけども、それだけではなくてね、浜田省吾さんのこうポップス性であったりロックンロール、まあそういったものが含まれながら、そしてメッセージ性が強い楽曲も入っているということで、本当にこうアルバムとしてすごい完成度が高いですよね。まあ恋の歌もあったり失恋の歌もあったりとか、明るい歌もあったりとか、メッセージ性があったりとか、反戦歌があったりとか、いろいろもう本当にあって、こうやっぱこう物語性がねすごいいいのかなと思いますけどもね、本当にクオリティの高いアルバムでございますということでね、今回もね一曲一曲僕の好きな曲というものをね申し訳ないんですけども語らせていただこうと思います。はい、1曲目、A New Style War でございますけどもね、これ来ました。
これも本当にこう反戦とか、まあそういった意味合いが含まれている、まあこれも本当メッセージ色が強い、風刺曲みたいな、そういったものになっておりますけどもね。ニュースタイルウォーということで、こう新しいね、こうなんかこう人と人同士のこの、なんかね、こう騙し合いとか、そういう憎しみと憎しみによるこう不幸をね、生み出してしまう、この人間としてのこうなんか感情的な感情論みたいな、そういったところに訴えかけてる楽曲かなとも思うんですけども、それと同時にやっぱりこう権力とか、力関係によって好き勝手やっていて豊かさを目指しているのに、それがね不幸になってしまう人がたくさんいるということで、で特にこの僕の、好きな歌詞が、飽食の北を支えている飢えた南の痩せた土地ということでね、払うべき対象は高くいつかニュースタイルは、これも飽食の北を支えているっていうね、こうヨーロッパとかそっちの方をねこう支えていて、こう南のね、まあそれこそアフリカとか東南アジアとかそういったこの貧しい国というのが、ね、そういったの人たちのね犠牲を払って、北の人たちの豊かさというものを支えている、すごくこう不平等で格差社会だなっていうことだと思いますけどもね。やっぱりこうひび割れたヌクリアパワーというふうに言ってますけどもね、これも原子力ですよね。例えばプロミスドランドなんかでもこう原発というか反核とかそういったものに訴えている浜田省吾さんですけどもね、やっぱりこの原子力というもの、反核運動、まあそういったところにすごいやっぱメッセージ色というものを持っていってるのが浜田省吾さんなのかなと思いますけどもね。で最後の歌詞にね、こう愛は時にあまりに脆く、自由はシステムに組み込まれ、正義はバランスで図られっていう風にあるんですけどもね、まあニュースタイルウォーということで、こう新しい戦争ということでね、なんかこう実際に人が人を殺すといった戦争ではなく、間接的に人は人を殺し合ってるんだということで、愛は時にあまりに脆く、愛と言ってるのにそれが本当の愛ではなくてあまりに脆い、そして自由はシステムに組み込まれ、システムというか社会のこうね、なんかこう何もかも確立されたこんな社会において自由というものがシステムとして組み込まれ、本当は不自由の中にいるんじゃないのかと、そういったメッセージ性が僕はねすごい強く感じるわけでございます。はい、続いての楽曲ビッグボーイブルースでございますけどもね、これ大好きでございます。超かっこいいロックンロールナンバーでございますけどもね、まあ、これ TBS ドラマ華やかな誤算というもの主題歌になったりとかしてですね、これもシングルなんですけどもね、これもねこう愛を失ってもそれはただのゲームなんだとクールに決めてるけど、 You're just dancing on big boy blues、彼女の涙が見えるか、お前を虚しくない愛して泣いてらっていうね歌詞があるんですけども、僕もねなんかこうやっぱりいろんなね音楽やってたりとかすると、なんかこう人のねなんかこう昔の友達となかなか付き合いが悪くなったりとか、なんかこう人を裏切ってしまう、間接的に人を裏切ってしまったりとか、するんですよ。でその時にこう陰でね誰か僕のことを本当にこうねなんかこう思ってくれていてですね、それに僕が気づかないまま自分の道だけを確立していって、そして自分がこうねどん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 こうやりたいことをやっていくようになると、その陰で、なんかこうないがしろにしてた人たちっていうものがこう泣いてるのかっていうね、そういうなんかちょっと訴えというか、そういった部分にも聞こえてくるというかね。まあこれもビッグボーイブルースということで、この成功者というかね、ロックンロールとかで成功したこう浜田省吾さん自身を歌ってるのかなとも思うんですけども、まあその成功との裏にあるこう代償みたいなね、そういったものがすごく反映されてるのかなと思いますけどもね。ビッグサクセス手にしてもっていうねいう感じでございますけどもね。あの日のダンシングシューズロッカーの中で泣いてるとかね、なんか昔のことをこうなんか初期のこうね、ものをね初心を忘れるな的な感じの楽曲にもなってるのかなと思います。はい、続いてアメリカでございますけどもね、これはまあ長州寛治さんが主にアレンジなんかをやっておりますけどもね、まあバーズ風の、音楽になっておりますけどもね、こうリッケンバッカーでございますね。リッケンバッカーできる、まあこうギターのね感じですごいこうなんかこうスローロックみたいな感じでかっこいい楽曲になってますけどもね、まあ本当にこれもう僕はねこれ一番ではないけど、このアルバムの中ではかなり上位を占める大好きな楽曲というか、浜田省吾さんの中でもかなり上位を占めるほど楽曲大好きな楽曲なんですけどもね、まあこんなかっこいい曲あるかっていうふうに思うんですけどもね、なんかこう歌詞に出てくるこうアメリカというものを彷彿とさせてくれるようなこの情景描写っていうものと、こう主人公、歌の主人公を取り巻くこう第三者的な視点ですよね、そういったものがこう曲の物語性というものをすごくこう強くしてるのかなと思います。例えばこうね、彼女はダンサーニューヨークでとか踊る日を夢見てたとかね、なんかそういったこうなんか物語っていうかね、こうその主人公の浜田省吾さんなのかわかんないですけど、主人公の人が取り巻くこう女性たちのこうなんかストーリーみたいなね、そんなものがすごい感じれるというか、アメリカとかでこうね、なんかこういろいろ恋愛もしてきたけども結局なんか、自分一人で孤独だなみたいな、なんかそんな描写にも聞こえるというか感じですけどもね、こう帰る故郷を見失ったとかね、そんな描写もあってですね、なんかこうなんていうのかな、結局人は一人なんだろうなっていうか、こう夢見てアメリカに来たんだけども、東京から逃れたくてアメリカに来たんだけども、ただそこでもね結局なんかこう華やかな世界を見てきたし、いろんな恋愛もしてきたけども、なんだろう、結局こうやっぱ一人で戦っていかなきゃいけないんだなっていう、なんかそういうやっぱこれもね、浜田省吾さんがこうアメリカとかでレコーディングとか、アレンジなんかもやっていて、なんかこう結局一
人の自分の浜田翔吾という人間が、音楽を作っていって、それを世界に発信していかなきゃいけないんだっていう、そのある意味覚悟的な歌にも聞こえるという感じでございます。家路にもありますけどもね、道しるべのない道に一人とかね、あと、まあ、日はまた昇るでいうと、こう小屋に一人君は立ってるとかね、なんかそういった世界観というかね、こういろんなことやってたけども結局一人なんだということで、なんかこうちょっと諦めの男というかね、なんかそんなかっこいい、ちょっと夏の終わりを感じるような、夏の終わりの楽曲にもちょっと似てるようなね楽曲になっていて、すごいいいんですけどもね、かっこいいこう諦めの男のこう哀愁が漂う楽曲になっていて、まあ、そこに隠された孤独とか苦悩、そういったものを歌ってますけどもね、まあこれは僕はぜひね、アメリカのこう荒野をね駆け抜けながらゆっくりこうドライブして、ね、なんかこうこの右手をこうドアにかけてこうやって聴きたい楽曲でございます。はい、続いて思い出のファイアーストームでございますけどもね、これも本当にね、なんかこう僕は大好きというか、答えなどないさ、悲しむことはない、全ては移ろい消えてくというこの歌詞にどれだけ救われたというか感じでございますけどもね、なんかこう昔の思い出とかね、そういったものをこう噛み締めながらこう大丈夫だよってこう浜田翔吾さんに言われてるというか、まあこれもね、なんか結局このストーリー性があって、ね、なんかこう華やかなこう結婚を迎えたカップルだったけども、結局こうなんか喧嘩してしまって、ね、焚き火を囲んでこう励ましてるっていうかね、浜田翔吾さんが励ましてるみたいな感じでね、なんかこう浜田翔吾さんと僕学生時代共に過ごした、かのように、なんかこう自分が嫌なことあるとこの曲にこうすがってしまうというか、これはこのなんかこう答えなどないさ、悲しむことはない、すべては移ろい消えてくという言葉を聞きたくてこの曲を聞くっていう感じでございますけどもね、このファイアーストームってね、なんか焚き火っていうイメージがありますけどもね、なんか実際にこう映画があったらしいんですよね。1998年とかになんかファイアーストームっていうね、映画があったらしいんですけどもね、これもなんか消防士の映画らしいんですけどもね、まあその98年なんで全く関係ないですけどもね、いろいろ調べてたらこういう情報も出てきましたという。続いて悲しみの岸辺でございますけどもね、これもいい曲ですよね。愛が片翼の旅ならっていう表現にめちゃくちゃ痺れるというか、なんかこう君と一緒にね、一緒じゃないと旅はできないというかね、片翼だけだったら、なんかこう君がいないと僕は飛べないよみたいなね、なんかこう岸辺に打ち上げられたこう羽ばたく日を待ってる、そういった、飛行機、そんな感じの僕は楽曲かなと思いますけどもね、やっぱりこれが愛の本質というか、君と一緒に歩いていかなきゃいけないんだというこのね、なんか男性とか女性目線どっちでも関係ないような、愛を、真実の愛を歌った楽曲になっているのかなと思います。はい、続いて、勝利への道でございますけどもね、まあ、これはねめちゃくちゃいいですよね。なんか俺には車とギター、お前には火のような情熱ってこう自分に言われてるような感じがあるというかね、俺には車とギターとか言ってみたいなって思いますけどもね、でこうこれもね、勝利への道っていうこうやっぱこう浜田翔吾さん自身もこう音楽を目指していた、そんな時期のねこう浜田翔吾さんの思いっていうか、ミュージシャンを目指していた浜田翔吾さんの思いみたいな、そんなものが僕は感じれるのかなと思いますけどもね、歌詞でね、まるでストレンジャーとかね、こう誰からも受け入れられずにとかあるじゃないですか。でやっぱりこの当時っていうのはこうね、あの音楽を目指してミュージシャンを目指すっていうのはこう人生ドロップアウトすることだっていう風にね、まあ言われていてですね、まあそれこそこうね、なんかこう仕事ちゃんとしなさいとか、まあ今もねそんな似たようなとこあると思います。どれだけこうねシステムが、いろんなところにいても稼げる時代になったとしても、まあやっぱり音楽を目指すっていうのはこうちょっと邪道な道というか、そんな感じがあるじゃないですか。でやっぱ昔っていうのはそれがすごい顕著だったんですよね。すごいそういう中で、浜田翔吾さんがこう周りの目を気にせずに自分は音楽やっていくんだっていう、この自分の才能と自分のこのね、あの頭の中の考えとかを信じてですね走っていった、それで勝利というか、ここでの勝利は多分売れたりとか、その成功して、ミュージシャンとして食えるような世界、そんなものをですね、勝利への道というこの道にね、まあその投影して歌ってる楽曲なのかなと思いますけどもね、まあなんかこう、まあどんなにね、こうやっぱりこうストレンジャーというか受け入れられない、ストレンジャーっていうのはこうよそ者っていう意味がありますけどもね、こうどんなにこうよそ者でこう受け入れられない一般的な道とは外れたとしても、自分を信じて、ね、なんかこう走っていこうぜ、一直線にこの勝利への道へっていう、こうやる気がみなぎるソングでございますけどもね、まあ僕みたいなこう音楽やってる人とかにはね、まあ僕に音楽だけじゃなくても自分の何か確立した道を目指している方、そしてまだ成功なんかしてないよという方にはすごいこう勇気湧き立つ、そんな楽曲になっております。はい、続いてロンリー愛という約束ごとでございますけども、これもねかっこいい、ちょっとセミバラード的な感じの楽曲でございますけどもね、これも孤独をこう噛み締めながら生きていく寂しさ、そんなものを歌った楽曲かなと思います。愛という約束って何なのかっていうか、愛って何なのっていうところも、わかるのかなと思いますけど、本当にこう信じれるものは何なのかとか、結局愛とか言っときながら裏切りとかもあるじゃんとかね、そういうこう人を信じる難しさとか、愛の難しさ、そんなものを僕は嘆いてんのかなと思います。このロンリーも孤独という意味でもありますから、そういった意味でこう愛を見失って孤独をね、さまよっている、人間とか、そういったところをテーマにしてんのかなと思いますけどもね、でも結局そんな中でまた人と出会って、そこでまた裏切られたりもして、まあその人間っていうのは成長していくと、でこう結局人っていうのはなんかこう一番信じられる存在っていうのは自分で、まあ愛といったこと、愛って
何なのかってことを多分常に人生の中で問いかけて生きていく、そういった生き物かなと思いますんで、この曲っていうのもそういったこの人生においての愛、そういったものを本質的に捉えてる楽曲かなと思います。はい、続いてもう一つの土曜日でございますけどもね、これもね、まあこれはもう言わずもがな名曲でございますけどもね、これはまあ僕が語る必要もないでしょうという感じなんですけどもね、まあ代表曲でございますけどもね、いろんな方もねカバーしてると思いますしね、まあ本当にこの夕べ眠れずに泣いていたんだろう、彼からの電話待ち続けてテーブルの向こうで君は笑うけど瞳縁取る悲しみの影っていう、このなんかこう君というものね、多分これ女性に向けて歌ってる男性の歌という感じだと思うんですけども、なんかこう僕もねこう失恋なんかすると、自分をこう女性の、この歌詞のね登場人物に自分をこう落とし込んで自分に言われてるような感覚になるというかね、そういった意味ですごいこのバラード、浜田省吾さんのバラードの中でも僕は大好きな楽曲でございますし、まあこれは世間的にもすごい有名ですしね、皆さんもご存知の通りかと思いますけどもね、やっぱこう天の声のようなね、こうちょっと寄り添ってくれる浜田省吾さんのこうなんか包容力、そういったものが感じれる楽曲かなと思います。続いて19のママさでございますけどもね、これ僕すっごい思い出があるんですよね、この楽曲。僕ね、まあ、20歳前に東京に来て、ね、なんか19歳の頃に、誕生日の前の日にね、まあ、だからもうあとね、11時55分とかですかね、あと5分後に20歳だっていう時に、公園のベンチに座りながら、この19のママさをちょうど5分ぐらいじゃないですか。だから、ちょうどね、このね、この曲が終わると同時に僕は20歳迎えようと思ってて、これを実践したんですよね。まあ、ちょっとなんか、10秒ぐらいずれちゃいましたけどもね、まあ、そんなことはいいんですけども、こういうなんか、で、その20歳になった瞬間、こう、ビールをね、買いに行って、そこから飲んでね、なんかここでこう浜田省吾さんのこうなんだろう、こう路地裏の少年に切り替えて聞くとかね、なんかそんな思い出がめちゃくちゃある楽曲なんですよね。この楽曲もやっぱりこう10代の頃は戻らないというかね、そういったで、その10代で出会った人元気かなとか、その10代の頃のこう、なんというか純粋な感じをこうなんか昔ながらこう懐かしんでいくような楽曲でもあるんですけどもね、なんかこう僕思うんですけども、やっぱりこう20歳超えて、っていうこの20歳の節目ですよね。20歳を超えたらやっぱりこうある程度自由じゃないですか。まあそれこそ酒もそうだし、タバコなんかもそうですしね、まあこうなんかこうね、いろいろ責任も増えるって言いますけども、ただ10代の頃のこのなんかこう不自由の中にも自由があるというかね、不自由の中にある自由っていうもの、まあその不自由さの中にあるこの無邪気さっていうかね、なんかそういうものがすごい美しいなって僕思うんですよね。なんかこうね、これはやってはいけないとか、タバコ吸っちゃいけないとかね、いろいろあるじゃないですか。まあそんな中でもこうちょっとね、こう悪いことなんだけど、こう10代の頃でやっちゃいけないことをちょっとね、なんかギリギリのとこすり抜けてちょっと悪さしてみるみたいなね、そういうなんかこう不自由さみたいなところにあるこうなんか面白みっていうかね、その10代ならではのこうなんか生き方というか楽しみ方、そういうものすごいやっぱ僕あると思うんですよね。なんか大人になれようとして、早く大人になりたいと思ってる10代ですけども、いざ大人になってみると、この10代の頃っていうこのなんか純粋かつ、なんかいろんなこう思春期とかでこういろんなね、なんかこう10代ならではのこう恋愛とかね、なんかこういろんなことをこう考えているこの10代っていうものがすごい愛おしく思えるっていう、そんなメッセージ性も僕はこの楽曲に込められてるのかなと思いますけどもね。まあもう二度とあのきらめき取り戻せないっていう歌詞ありますけどもね、まあ僕は本当にそうだなと思います。自由になって初めてあの頃の制限があった時の美しさとかにこう憧れたりするのかなと思いますけどもね。で、僕が特に好きなのはこのネクタイ締めて僕が僕じゃないみたいっていう表現、これもやっぱりね、10代の頃目指してた夢とかに破れて、多分一般的な仕事をしてるのかなという主人公かと思うんですけどもね、なんか僕が僕じゃないみたいな、本当の僕っていうのはあの10代の中にいたんだろうなっていうか、そんな感じに聞こえる楽曲かなと思います。はい、続いて8月の歌でございますけどもね、これもすごいメッセージ性が強い楽曲でございます。僕以前日本の反戦歌ということで、こう美空ひばりさんとかフォーククルセターズとかそういった方たちの、楽曲とはこの8月の歌も紹介した動画があるんで、詳しくはこちらをね見ていただければなと思いますけども、はい、続いて、こんな夜は I Miss You でございますけどもね、これもデュアップ風の、楽曲でございます。この指鳴らしっていうかね、全然僕出ないんですけども、この感じでリズム取るっていうのがすごいかっこいいなって思いますけどもね、これでこうなんか、レコーディングしてるこう絵が浮かぶというかね、なんかこう僕一人でホテルに入ったこと何回かあるんですけどね、ホテルでこうねどっか行ってそこで泊まるみたいな時にこの楽曲かけるといいんですよね。やっぱこうサウンド面がかっこいいというか、まあそれこそ前の作品でもオールディーズをね意識したっていう作品がありましたけども、まあこういった60年代とかのこうオールディーズデューアップ、まあそんな感じの、音楽性っていうのがやっぱ浜田省吾さんのルーツになっていて、こういうところですごいちょっと新しくもあり、
り、そういった昔ながらのこのオールディーズを彷彿とさせてくれるような、アレンジにもなってるのかなと思います。はい、続いて最後 J-BOY でございます。これを語らずには終われないという感じでございますけどもね、これも名曲というか、僕はこの曲が本当に冒頭でも言いましたけども、年代を重ねるごとに歌詞の意味というものが深く捉えられるという感じでございまして、これもそのバブル経済とかね、当時浮かれていたこう日本社会というものを否定的な視点で捉えているというか、まあそういった楽曲でございまして、浜田省吾さん曰く、資源のない国でこれだけね、人口が多くて狭い国土の中にこれだけ豊かな暮らしを人がいるということ自体がすごく異常なことだというふうにね、言っておりますけどもね、なんかこう豊かな国って言ってるながら、やっぱりその中でも不幸っていうのはあって、なんかこう豊かさのあまり、なんか自分を殺して働かなきゃいけないとかね、それこそまあなんだろう、これこそそれこそね、そのマイホームタウンじゃないですけども、うん、なんかそういったなんか、ちょっとなんかね、その日本のちょっと矛盾っていうか、社会の矛盾っていうかね、そんなところを僕は歌ってんのかなと思いますけどもね、果てしなく続くサバイバルレースとかね、走り疲れとか、やっぱりこう今の社会はちょっとずつ変わってきてはいるんでしょうけども、なんかこうね、家庭も仕事も投げ出し行ったあいつとか、なんか、うん、そういう悲しい世界観がやっぱありますよね。サバイバルレースとか、その出世してなんぼとか、そういう世界観なんですよね。結局豊かさってその犠牲にあるというか、その人々のこの幸せの犠牲に豊かさというものが国家として成り立っているって、それちょっと違うんじゃないのかなと思いますけどもね、なんかこう山のような仕事を抱えてしのいでるとかありますけども、そういうんじゃないと、やっぱ人生豊かにするものはそういった仕事じゃないんだと、なんかこう愛してる人と一緒にいたりとか、なんかこういうところが人生の幸せということでね、午前4時眠れずに彼女をベッドに残し、バイクにキー差し込み、車の中滑り込む、すべてが消え去るまで風を切り突っ走る J-BOY で、この歌詞もすごいいいんですけどもね、僕はね、こんなこと、こんな経験ないですけどね、朝4時にベッドに彼女なんか残したことないですしね、はい。そして今来るバイク持ってねえしみたいなね、とこありますけどもね、まあこれもかっこいいなって思いますけどもね、なんかね、なんかで、こう後半のね、僕はこのね、 J-BOY、 最初ちょっと否定的なね、この歌詞というか、ちょっと暗い歌詞があるんですけども、後半にね、こう受け止めろ孤独ってやつをとか、打ち砕け日常ってやつを、乗り越えろもう悲しみってやつをとかね、吹き飛ばせその虚しさってやつをっていう、このんー、これで僕は救われるんですよね。最初にこうストーリーとして、こうやっぱ最初、なんかちょっと暗いような歌詞があって、こう今の日本っていうものをこうなんか揶揄してたりとか、日本というものをこうなんか風刺してながら、ただそんなね、日本でもやっぱり俺たちは幸せを勝ち取って生きていかなきゃいけない、どうせ生まれたんだったら幸せのために生きていかない、だからこそ、もう幸せを勝ち取るために、立ち上がろうぜっていう、この強い意志表示、そんなものがね、もうめちゃくちゃだから、これぜひ聞いたことない方見てたら、ぜひこの J-BOY だけはぜひ聞いてほしいなと思いますけどもね。はい、ということで今回熱く、語りました。 J-BOY でございます。浜田省吾さんのアルバム C でございます。 J-BOY でございます。今後もどんどんやっていこうと思いますけど、皆さんもぜひご感想等あればコメント等で残していただければなと思います。